この4年間の集大成をぜひ見に来てください。お待ちしております。学長とカオス2020 わラストなんで思い出に残るよう見ていきたいと思います。そうやな、相良さん、まあ、誰が一番頑張ったって相良ゼミ、はい、多分相良さんが一番頑張ったっていう。相良ゼミの MVP はせーの、相良さん、相良さんです。安森ゼミは安森ゼミは一人というより私全体的にすごい 16P の個性が出てると思います。真面目恥ずかしい。楽しみは。せーの、マーチ。うまーい。卒生日、頑張ります。はい、ありがとうございます。カオス。グラフィックとかを担当してやってたんですけど最後までしっかりやりきりたいと思います。自分たちが1年生の時に入って1校上でだった先輩たちがもうあっという間に卒業で卒業展示でもう来年には自分たちの番が来るなと思うとすごい自分たちも頑張らないといけないなと思いました。3回生の皆さんお疲れ様です。先輩方の作品楽しみにしています。今まで4年間してきたことの集大成を妥協することなく表現できたらいいなと思います。意気込み、今は疲れすぎてありません。当日僕がいたら聞いてください。ちゃんと答えます。以上です。4回生の皆さん、そしてお疲れ様でした。お疲れ様でした。これからも頑張っていってください。私たちの卒生も手伝いに来てください。手伝いに来てください。お願いします。早く解放されたいです。頑張ります。はい、頑張ります。今設営してるんですけど、重機も重機デザインも、グラフィックも全て綺麗やし、すごい今尊敬してます。当日もすごい楽しみやなと思います。最後までよろしくお願いします。はい、こんにちは。こんにちは。今日はですね、カツラを作ったんですけど、どうどうめっちゃしんどかったです。頑張りました。手動でターニングしました、手で。素晴らしいです。可愛いです。嬉しいです。これの前で写真撮ってほしいなって思います。お願いします。インスタに上げてください。頑張ります。頑張ります。イエーイ。カオス2020。僕は卒業設計で板宿のことについてあったんですけど、まあ、生まれ育った町っていうことでつながりのあるところで、まあ、最後卒業設計をいろいろ考えたので、多くの方に見てもらっていろんなことを考えてもらいたいと思ってます。よろしくお願いします。卒業設計期間は今まで4年間集大成にして、なんかこういっぱいやりたいことあったんですけど、正直この作品に全てができたかっていうとそうでもないし、今設計が終わってみてちょっと時間が経ってできなかったことできたことを考えながら、この会期の3日間は、まあ、来場者の方々といろんな話ができたらいいなと思って、来場者をお待ちしております。で、3日間ずっといるのでぜひ来ていただきたいなというふうに考えております。アートクラフト学科は、陶芸、あとガラス、あとジュエリーで、絵画、フィギュア、美術教育、いろんなコースに分かれております。で、たくさんの作品を、一気に見ることができるので、すごく魅力的な作品にたくさん出会えると思います。よかったらぜひ来てください。お願いいたします。2020年の卒業制作展でついに自分たちがもう4回生になって、自分たちがもう設営、搬入設営とかして、あとグラフィックの壁とかもみんな一緒に手伝ってくれて、デザインを自分たちで作り上げたっていうのがすごい卒展で見どころです。あとブースもすごいみんなそれぞれ個性が出てて可愛いので、ぜひ時間をかけてゆっくりと見ていってほしいです。実質最後の、まあ、学生生活での制作ということで、ま
最後学んだことを全て出し切れたかなって僕は思います。でもこれがやっぱり終わりじゃなくて、これから社会に出ての始まりだと思って、これからはしっかり社会に出て生かしていきたいなと思います。卒戦では、重機の製作を設計したりしたので、この設計技術も活かせれるんじゃないかなって僕は思っています。はい、どうもこんにちは。こんにちは、ハンナです。リキヤです。ダニアオフです。うわー、飲まない。壁を作りました。やっと卒戦の設計終わりました。終わりました。みんな来てね。頑張ります頑張ります。卒展設営、頑張っております。自分の作品が結構大きくって、で設置の仕方も高いんでめちゃくちゃしんどいですけど、うまいことを設置できるように頑張ります。準備日です。1年間頑張ってきた作品なので、皆さんも頑張った1年の作品なので、ぜひゆっくりご覧ください。お願いします。いや、漫画はね、一番いいものだと思うんですよ。世界で一番楽しいもので、一番こう生活に密着した表現だと私は思っております。色はいろいろあるかもしれませんが、やっぱり漫画ってとても楽しいですし、あとは、とにかく作りがいもあるし読みがいもあるということですので、学生たちの4年の総決算がここにありますので、よろしかったら読んでいってあげてください。そして感想もよろしくお願いします。漫画表現学科、4年の集大成なので、頑張りたいと思います。チョクランと今夜8年のコクラン、心のボトン、大学生活4年間の集大成が卒業展示なので、みんなに見てもらいたいと思います。いや、チャボ、やめし、めたぶん、明日が明日が卒業展示開始なので、皆さんにはぜひ楽しんでもらいたいと思います。じゃあ、ママありがとうございました。この作品も2作品だと全部ちゃんと見てください。そうですね、いろんな作品があって、いろんな表情があると思う、楽しんでもらえたらと思います。頑張って作ったのでぜひ見に来てください。兵庫県立美術館で、ファッションの展示をやっております。9日の土曜日には、ファッションショーが行われます。ぜひ、見てください。みんなが頑張ってきたことを出していく組織になると思うんですよ、はい、それを企業様とか、はい、親とか友達とか、はい、後輩とかで、いろんな人が見に来るわけじゃないですか。その人たちに楽しんでもらえる、そういう組織になったらなと思ってます。で、あわよくば自分たちの力がどれだけ、成長したのか見てもらえるいい機会になればと思ってます。2月9日に選抜発表研究会があります。ぜひ見に来てください。お願いします。今までに作った作品を今回は14作品展示していますので、よかったらぜひ見ていってください。1年間頑張ったんで見に来てください。はい、選抜研究発表会やるんですけど、あんまり見に来る人が、去年も少なかったみたいなんで、ぜひ来てください。頑張ります。頑張ります。突然頑張ります。皆さんぜひいてください。お願いします。はい、今回、映画コースたちが映像表現学科では、初めて挑戦することがたくさんあるので、ぜひ上映の方も見に来てください。よろしくお願いします。お願いします。2階の展示ブースで展示とかさせていただいてるんですけど、僕たち映画コースのメインは映像映画なので、ぜひ上映の方見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。自分の研究してきた内容が
来てくださった人だったり作品を見てもらった人に伝わってそれに興味を持ってもらえれば嬉しいです、はい、精一杯制作したのでぜひ見てください。よろしくお願いします。カオス2020、楽しんでってください。僕のおすすめ一生懸命作ったのでゆっくり見てってください。お願いします。お願いします。で、記憶に残るようなステージにしたいです。頑張ります。頑張ります。みんなが楽しめるステージにしたいです。まあ僕の意見になっちゃうんだけど、まあ、僕の、まあ、大学での、まあ、4年間の生活は本当に楽しいことばっかりで、ここの大学に来てよかったなって心から思います。4年間の集大成なんで、みんな気合い入れてこのために頑張ってきたものを皆さんに見てもらえるように悔いのないように頑張っていこうと思います。個々の個性がたくさん出ているのでそこをじっくり見てほしいです。4年間成長した姿を、先生方とか家族に見てほしいです。おっと言ってもらえるように頑張ります。お願いします。1年かけて頑張ったので、4年間の集大成を、ぜひ皆さんで、見てきてみてほしいです。お願いします。お願いします。私は服を普通にアイテムを作りました。今回は量で勝負して、展示は迫力があるように見せて頑張りました。全部の工場のスタイリングをしているので、それに注目してみてほしいです。そうですね、やっぱりこれまで自分がここでこの大学でやってきたことの集大成だと思うので、やっぱりここで多くの人に来てもらって自分の作品をたくさん見てもらって、で自分がどれだけ成長したかっていうのが実感できたらいいなって思います。3日間頑張ります。アニメコースの上映アトリエ H でやってます。ぜひ来てください。卒展頑張ってください。すごく私も見に行くの楽しみにしてます。からずっと頑張ってきて、まあ、委員を中心にして計画立ててきたんで、絶対成功させたいなっていうのと、まあ、いろんな人にこういうでっかいところで借りて見てもらえる機会なんてなかなかないんで、たくさんの人に見てもらえたらなって思います。どんな卒展にしたいですか？どうぞ私は、来てもらったお客さんに私たちの作品を楽しんでこんなことしてたよなと思いながら見てもらえると嬉しいです。はい、はい、私は作品 VR 作ったんでみんなに楽しんでもらいたいなと思います。はい、私の作品は台湾と日本の関係性を訴えているものなんで、まあ、見てください。お願いします。はい、せーの見てください。なんだこれ。卒展4年間の集大成ということで、みんな展示も頑張ってやれるぐらい素晴らしい作品が揃いましたので、ビジュアルデザイン学科の展示楽しんでいただければと思います。ありがとうございます。この卒展は4年間の集大成で、1年間かけて長い時間かけて頑張ってきたので、ぜひビジュアルの方に見に来てください。漫画表現学科の、やっぱり一番のところは皆さん の, その独特の世界観の表現方法なんじゃないかなと思います。ぜひ皆さんの作品 の, その内容に注目してください。はい、展示まで私就活がすごい12月ぐらいまであって、もうずっと忙しかったので、もう今日まで本当に終わるのかって思ってたんですけど、ちゃんと終わってよかったなっていうのがもう一番の感想です。はい、書いてるのを毎日
いろんなことと並行しながら書いて、自分の中でも書き切ってよかったなみたいな、はい、